佐藤、準備万端。阪神、佐藤輝明内野手がタイムリースリーベースを放ち、2試合連続となる打点を挙げた。3打席目にもセンター前ヒットを放ち、4打数1安打で迎えた9回。8対2の2アウト3塁で打席に立った。新潟3連戦の最終日ということもあり、スタンドからはホームランコールも起こる中、初球を振り抜いた。大きな打球は右中間を真っ二つに破り、佐藤は悠々と三塁へ。29日の3打点に続く打点を挙げ、代走が送られて退いた。試合はそのまま9対2で阪神が勝利。背番号8は連日のマルチ、長打、打点と、確実に状態を上げてきている。佐藤はいろいろ言われるけど、やはり軸にならなきゃいけない選手なのよね。まあ、佐藤はバッティングじゃなくて、守備で降格したからね。調子が良いと言っても、相手チームは2軍のようなものでしょ。自分なりの打てる、打てないの理屈を話せないうちは、まだだと思う。感覚だけだと、好不調の波は大きなままだと思う。2軍落ちの理由は守備、このまま上がってまたエラーするのだけは、勘弁してください。春季キャンプでも良くならない守備が、2軍生活で良くなると思う方が間違い。早くキューバカパナマから守備の上手い、中距離打者連れてこい。守備位置固定は反対じゃない。でも、佐藤の外野は年数ごとにそこそこ安定してたと思うんだよね。打撃ばっかりメインで記事が出てるけど、問題はそこなん。佐藤の場合、相手のレベルがどうのこうのやなくて、調子が上がれば勝手に打ち出すんよ。オイシックスの選手には悪いけど、このレベルで佐藤が打ったとしても、何の評価もできない。テルと井上を2軍で、まだまだ競わせて、成績いい方を1軍へ。まだ手打ち、当然治ってへんやろ、そんなん使われへんよ。覇気が感じられへんねん、頼むからお声にならんとってな。会社休んでエコスタミに行ってきたけど、やっぱテルだわ。他の選手とオーラが違う。2軍じゃもったいない。近本もいいが、やっぱり佐藤がいない阪神はつまらない。